年末から年始にかけてはお正月用の食品などを含めいろいろな種類の食品が大量に出回る。大消費地東京を抱えた埼玉県には数多くの食品製造工場がある。そこで県では昭和53年全国に先駆け監視業務と許認可業務を分け、特に監視業務を強化してきた。人呼んで食品 G メン。今日も県内のある製造工場の抜き打ち検査だ。厚生省では不良食品を排除し事故を未然に防ぐため、例年12月1日から28日までを食品及び添加物などの年末一斉取締月間と決め、食品関係営業者などを対象とした食品添加物の一斉取締りを実施している。適正な温度管理が行われているかどうか監視員が細かくチェック。食品 G メンに任せるだけでなく、食品の取り扱いについては私たちも十分注意したいものだ。